はい、皆さんこんにちは。本日はですね、中学校3年生のニューホライズンの、ユニットさんのシーン1ですねの解説動画を撮っていきたいと思います。いつもはね、小株塾長がね、動画撮ってるんですけど、今日はちょっと代わりに私、浜竹が、撮っていこうと思います。ちょっと本当はね、動画出演 NG なんですけど、いや冗談です動画ね、今まで出たことなかったんですけど、ちょっと顔出しがないということで、はい、今日は出演をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速、最初の文から見ていきましょう。最初は、まずね、発音しますね。 What is the poster about? っていうふうに書いてあります。はい、まずはここ The poster、 ポスターですね。ここは単純にポスターです。ポスターで、 about ってのは何々についてっていう意味なので、まあ、ここの訳は、そのポスターは何についてのものですかみたいな感じの訳ですね。はい、まあ、ここはいいかなというふうに思います。で、次に行きますね。はい、こっちです。 Many kinds of animals are in danger of extinction ですね。はい、これもちょっと、まず訳をしていきたいと思いますけど、まずちょっと単語から見ていきます。最初これですね、 kindsカインズとあります。で、皆さん、まあ、カインドっていうね、単語、ご存知だと思うんですけど、まあ、親切なっていう意味がね、ありますね。親切な。なっていうね、意味があるんですけど、ここではね、種類っていう意味で使われています。種類。はい、カインドね、親切なって意味だけじゃなくて種類って意味もありますので、まあ、種類はね、名詞、親切なっていうのは形容詞っていうものなんですけど、まあ、物の状態を表す言葉ですね。この形容詞っていうのは、まあ、名詞っていうのは、物の名前ですけど、ね、カインドっていうのは親切なだけじゃなくて種類っていう意味もねありますよってことをちょっと覚えておきましょう。なのでメニーはたくさんのって意味なので、 Many kinds of animals で、たくさんの種類の動物たちっていう意味ですね。で、ここが、この文章の主語に当たります。なので、たくさんの種類の動物たちは、で、この後、ここですね。are in danger of。ここの表現ですね。in danger of。うん、で、まずこの danger っていう単語は、これだけだと、危険とか、ね、そういう意味になるんですけど、in danger of。ここに書いておきます。in danger。オブホニャララで何々の危機にあると、危機にあるという意味になります。はい、で、 in danger of の後のここですね、 extinction、 ここが絶滅という意味の単語ですね。ちょっと難しいですけど、絶滅、うん、という意味になりますので、まあ、この本文をね、本文というか、この文章を、一度ちょっと訳してみると、たくさんの種類の動物たちが、ね、これが主語です。が、絶滅の危機にあると、ね。そういった感じの意味になります。いいでしょうか。はい、じゃ次ですね、ここです。Today, they are facing many challenges, such as climate change and human activities. ですね。はい、で、まず最初、today、まあ、これは、まあ、今日とかいう意味がありますけど、まあ、ここでは今日ですかね、まあ、ここ最近とかそういう意味での、今日、今日、they are facing many challenges と来てますね。まずここ、行きましょうか。face、これ、まずごめんなさい、その前に、be 動詞プラス ing の形で、まあ、これ現在進行形になってます。なので、何々しているという意味。で、もう一つ、ここですね。ここ、facing ってなってますけど、これは、ね、単語的には face っていう単語があります。はい。で、face っていうのは、皆さん知ってる、よく知ってる意味では、顔っていう意味がありますよね。顔。うん。まあ、これ、名詞です。はい。なんですけど、動詞の意味で、face 何々で、何々に直面している、直面する。っていう意味があります、うん、何々に直面する、これね、動詞です。はい、はい、そういった形で、ここではね、フェイスっていう動詞の、
まあ、この ING 系になるときにね、E で終わる単語は E が消えて ING がつくので、まあ、こういったね、綴りになってるわけなんですけど、なので、それらは直面していますと。何に直面してるかっていうと、Many challenges。チャレンジっていうのは、ここではね、困難っていう意味になります。まあ、実際ね、普通に日本語で言うところのチャレンジっていう意味になることもあるんですけど、まあ、困難っていう意味でね、使われることが結構たくさんあるので覚えておきましょう。なので、まあ、それらはたくさんの困難に直面しているっていうことですね。で、ここで、まあ、それらっていうのがまずそもそも何なのかっていうね、ことになると思うんですけど、まあ、それらっていうのはここの they ですね、は何に当たるかというと、この上のここですかね、 Many kinds of animals、 ここを指してると言えそうですよね。要するに、たくさんの種類の動物たち、たくさんの種類の動物たちが、多くの困難に直面していますよというところです。で、その後ね、まあ、この困難について、どういう困難があるのかっていうのをこの後ろでね、具体的に、説明してくれています。この Such as っていう単語ですね。Such as。Such as ほにゃららの形で、何々のようなっていう意味になります。まあ、これね、ポイントは、何々のようなって訳を覚えるっていうよりかは、どっちかっていうと、Such as の後ろには、その具体的なね、例が来るということを必ずね、意識しておいてほしいなっていうふうに思います。例えばね、私がよく授業で説明して、よく言ってるのが、例えば I like fruits such as apples and 何でもいいんですけど、バナナスとかね、こんな感じで、言ったらフルーツが果物ですよね。で、その具体例を、挙げてるわけですね、後ろで。アポーズとかバナナスとか、そんな感じで、こういうふうに後ろにね、具体例が来るっていうものを、という表現だということを、覚えておいてください。で、今回の場合は、such as の後ろに、climate change って言ってますね、まずね。ちょっとごめんなさい、ここ書けないんですけど、ちょっと下に書きます。climate ってのは、気候です。気候。で、climate change。change は、変化とか、そういった意味なので、まあ、気候変動って訳すと結構かっこいいですね。気候変動や、human activities。これ人間、human は人間の、人間とか、人間のって言いますね。で、activities が活動っていう意味なので、まあ、ここちょっと、ここのね、文章を全部訳すと、今日、それら、このたくさんの種類の動物たちっていうのは、多くの困難、例えば、この気候変動や人間の活動のような、たくさんの困難に直面していると。そんな感じの訳ができるかなというふうに思います。いいでしょうかね。で、ここまでで、じゃあ次のプリントに行きたいと思います。よいしょ。大丈夫か？じゃあ次に行きたいと思います。で、ここでは、2つの文章がね、このプリントの中には書いてあるんですけど、2つともね、同じ表現を使ってますので、先にちょっとその、よく出てくるね、これ表現なので、例えば中3生の、人とか、都立のね、英語の入試問題で、英作文ってあると思うんですけど、あそこでもね、よく使える表現になりますので、必ずね、ちょっと覚えててほしいんですけど、It is 点点点 for a to 動詞の原型。ちょっと動詞の原型のことをちょっと動原って書きますね。動詞の原型の形で、A にとって A にとってほにゃららすることは点点点だ。
というね意味の、という訳になります、うん、まあ、ここ映画としてもいいです。映画ホニャララすることは点点点だと、ね、このホニャララはここにあのここの部分ですね。点点点はここの部分ね、うん、なので、ここの部分、この後ろの2プラス動詞の原型のところをなんか主語のように訳すことがポイントです。これ it で始まってるからといってそれはっていうふうに訳してはいけません、うん、まあ、言ったら本当はこの後ろのね2プラス動詞の原型の部分が主語にあったんですよ、うん、ここが本当は主語だったんですよ。なんで、なんですけど、ちょっと長いから先に、とりあえず it を置いておこうと、うん、でその本当の主語っていうのはこの後ろに置いているっていうのがこの文法のねこの形になるので訳的にはここを普通に主語として訳します。ここを主語としてね訳します。なのでホニャララすること、ホニャララすることは、A にとってホニャララだっていう風な訳になるわけなんですね、うん、で、まあ、それをちょっと説明したところで実際に文章に、戻りましょう。はい、ここですね、It is difficult for endangered animals to survive in these conditions っていう風になってますね。はい、で、まずは、単語ですね。difficult。これはいいですかね。まあ、難しい。一応書いておきましょうか。難しい。はい。で、in danger っていうのは、まあ、これ danger っていう言葉がね、さっき危険っていう意味だっていうふうに言いましたけど、まあ、これはちょっとね、ちょっと長くなっちゃうんですけど、絶滅の危機に瀕しているっていう意味ですね。絶滅の危機にあるとか、まあ、危機に、瀕している危機にあるでいいか、うん、絶滅の危機にあるアニマルズなんで動物、うん、でここの endangered animals っていうのがあのさっきの説明したここでいう A に当たりますね。 4 の後ろに来てるんで、ね、うん、まあ、この 4A の部分はあの文章によってはねないこともあるんですけど今回の場合はこの4が来ててこの後ろに A の部分 A に当たる部分があると、ね、いうことです。絶滅の危機にある動物にとってって感じですね。で、この後ろの survive、survive っていうのは生き残る。なんかね、サバイバルゲームとかってよく言ったりしますよね。生き残る。うん、はい。で、その後ろが in these conditions。conditions っていうのは、状況っていう意味ですね。状況、condition、うん。状況とか状態とか。ね、まあ、今回状況がいいかな。で、まあ、these はこれらのって意味なので、まあ、これらの状況で生き残ることは、うん、絶滅の危機にある動物たちにとって難しいと、ね、そんな感じの訳になります、まあ、ポイントは、ここのね to プラス動詞の原型どうしようかな。この to プラス動詞の原型以降のこの部分を主語のように訳すと、まあ、主語のようにっていうか主語なのでこいつがね本当は、うん、こことねこの it とこいつは同じものを指してます、うん、それがねポイントになります。はい、いいでしょうか。もう一度一応確認しておき、あ、訳しておきます。絶滅の危機にある動物たちにとって、これらの状況で生き残ることが難しいという訳になります、まあ、ちなみにこのこれらの状況、これらの状況っていうのがじゃあ何を指しているのかというとこの前の文章のどこだろう、ここら辺ですかね。このたくさんの困難、気候変動や人間の活動のようなたくさんの困難の中で生き残ることは難しいっていうことなんで、うん、この these conditions っていうのはそこに当たるかなっていうふうに思いますね。はい、で、次の文章いきましょう。はい、まず読みますね。 It is important for us to understand this っていうふうに書いてますね。ここの it もさっきと同じで後ろのこの to understand this っていうところをね、言い換えてるだけ、言い換えてるというか、仮に置いてるんですね。ここに it っていうのをね、うん、で訳的にはこの to understand this から訳をしていきます。で単語から見ましょうか。単語ね、まず important、 これはとても重要な単語です、まあ、重要なっていう意味ですね。重要なっていう意味です。そして次この understand、 ここもね大事ですね。理解する、
という意味になります。よって、まあ、ここはいいかな。明日は私たちにって意味ですね。私たちにとって私たちにとって、これを理解することは重要だという意味ですね。ここはね、まあ、こっちの方が、まあ、上のこっちの文章よりかは簡単だったかなと思いますけど、まあ、じゃあこのこれに当たる部分は何なのかっていうと、まあ、これ結構ちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、まあ、私たちがこれを理解することは重要だっていうふうに言ってるので、まあ、これかな。その前の文章の、これらの状況で生き残ることは難しいよっていうこととか、まあ、あとはここも入ってるのかな、もしかしたら、うん、そのたくさんの動物たちが絶滅の危機に瀕してて、でそいつらが、そいつらというかね、その動物たちがたくさんの困難に直面してると、うん、それで、まあ、そのなんだろうな、この生き残ることは難しいですよって、まあ、ここ全体を指してると言っていいかなと思いますね、この実はね、うん、まあ、そういった、全体のね、流れを理解するっていうことが私たちにとって、私たち人間にとってね、とても重要ですよってことを言っています。いいでしょうか。はい、じゃあちょっと最後のプリントに行きます。はい、第一条かな。はい、最後が、この教科書、なんか動物の顔写真とともに吹き出しでね、この2つの文章が、出ています。1つ目の吹き出しが、チーターが喋ってるみたいな感じで、出てる吹き出しの文章ですね。で下がパンダかな、これはジャイアントパンダ、うん、が喋ってる、文章になります。じゃあちょっと訳していきます。あ、まずね発音していきます。The fastest animal needs the fastest help って言ってますね。はい、これはまずは何を、言ってるのかというと、fast っていうのは、まあ、早いって意味ですけど、まあ、それのね、最上級、うん、EST の形がついてるので、まあ、ここにね、なんで、まあ、最上級ですね。最も何々っていう、訳になります。なので、まあ、fastest で最も早い、最も速い動物ですね。だからね、 The fastest animal、まあ、一応この最上級の場合は The がつくことがほとんどなので、ね、The もついてます。 The fastest animal、 これで最も速い動物、最も速い動物って言ったらチーターですよね。チーター、はい、まあ、これチーターが発言してる、文章なので、で最も速い動物は Needs、 これ必要とするって意味ですね。必要とする、まあ、何々を必要とする、何を必要としているのかっていうと The fastest help、 最も早い助け、うん、なので、早く助けてねっていう、そのチーターのね、声がここでね、出てるわけですね、うん、まあ、ちゃんと訳すと最も早い動物、まあ、要するにチーターは、ね、最も早い助けを必要としているよ、まあ、ここ help は助けっていう意味ですね、はい、ここでは名詞で使われてます、 help はね。で最後ですね、こっちの文章、Save us or there will be trouble ってなってますね。でこれ地味にちょっとね、大事な文法が入ってるんですけど、何かというと、まず最初ここですね、 Save us の部分なんだけど、 Save っていうのは、なんか助けるとか、あと救うとか、そんな感じの意味がありますね。まあいろんな他にもね、なんかお金とかが後ろに来たら、なんかお金を節約するとか貯めるとかね、言った意味にもなったりしますけど、まあ、ここでは、救うっていう意味になっていて、まあ、アスなので、私たちを救ってくださいと、ね、まあ、これ動詞で始まってますよね。救うっていうのは動詞です。なのでここの部分が言ったら命令文になってるわけですね。 Save us の部分がここで命令文になっています、うん、でポイントはこういうちょっとね文法があって、命令文が最初に来て、でその後カンマが来て or てんてんてんって続くと、ね、ほにゃららしなさい、ほにゃらら、この命令文の内容、ほにゃららしなさい、さもないとてんてんてんになりますよみたいな、悪いことが起きますよとかね、そういった感じの、訳になります。でこれ一応ね、もう一つしといてもいいかなと思うのは、命令文カンマの後に or じゃなくて
安堵が来た時ですね。安堵が来るとほにゃららしなさい、そうすればてんてんてんみたいな、ね、そんな感じの意味になります。なので、まあ、こっちの場合はほにゃらし、例えば救ってください、そしたら、いいことが起きますよみたいなね、いう時に使います。今回は後ろが悪いことが起きちゃうわけですね、ほにゃららしてください、さもないとほにゃららって言ってるからね、なので、じゃあちょっと訳をしてみると、さらにごめんなさい、ここありますね、There will be trouble There will be、ここも大事な表現で、これもね結構ね2年生ぐらいかなに出てくるんですけど、3年生でもね結構理解してない、まだ覚えてない生徒もね、結構いっぱい見られるので、必ずね覚えておきましょう。はい、これ there is とか there are の形で何々がある、もしくは何々がいるっていうふうに訳します。で、ここね will be 若干ここ訳しづらいんだけど、 trouble っていうのが、まあ、困難とかね、まあ、困ったことみたいな意味があるので、じゃあちょっと訳していくと、私たちを救ってくださいと、ね、まあ、救いなさいって言うとちょっとあの、ね、おかしいので、私たちを救ってください、さもないと、なんか困ったことが起きてしまいますよと、ね、困ったことが、起きてしまうでしょうと、ね、そういった、意味になりますね、はい、いいでしょうか、ね、こういった形でね、なんだっけ、ユニット3の新1は終わるという感じになります。で、最後に、一番最初にね、この疑問文があったんですね。What is the poster about? っていうふうに。で、この答え、どうなるのかなってちょっと考えたんですけど、まあ、このポスターの一番最初に、Save the animals、Save the か、Save the animals っていうふうに書いてあって、動物たちを救いましょうみたいな。ね、ことが書いてあるので、まあ、この一応答えとしてはどうなるかっていうと、こうかな、 It is about、 それは何々について言っていますと、どうしようかな、ちょっといろんな答えあると思うんですけど、私はこうします、 Saving the animal animals、ここね、about がね、これ前置詞っていうもので、後ろにね必ず名詞がくっつきます、前置詞の後ろは。なので save っていう動詞じゃなくって、save に ing をつけた動名詞っていう形に save をね変形させて、ごめんなさい、なんか最後の最後でぐちゃぐちゃとなっちゃったんですけど、こうやってくっつけてあげると、それは動物を守る、守るじゃない、救うこと、救うことについてのものですと、そのポスターはね、っていう、答えがね一つねあるかなというふうに思います。はい、では、これでねちょっと長くなりましたけど解説を終了にしたいと思います。はい、皆さんお聞きいただいてありがとうございました。はい、じゃあ失礼いたします。はい。